原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、村瀬歩夢です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、ウェンティ役の村瀬歩夢がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組です。ということで94回目なんですけれども、いろいろ大変が起きましたね。クロリンデもシグウィンも来てまうのか、祈願が。僕のお財布の HP はもうないです。お前らないぞ、引くしかない。いや、めちゃくちゃ楽しそうだった。使用感が二人とも全然、まあ元素も違いますし、あと武器種片手剣なんだ、弓じゃないんだとか、あと逆にシグウィン弓なんだとか、不思議なね驚きがいっぱいあって、ちょっと楽しみなのと、僕のお財布の HP が怖いなっていうことの狭間ですね。で、あ、そうで、バージョン 4.6 の後半で新たき命のロックイリデッセンスビッグツアーでね、まさかのコガちゃんがデュエットしてましたね。西川さんすごすぎる。何が始まったかと思って、僕ね実はねちょびっとだけ聞いてしまったんですよ。イベントを走り始めた時に、ちょうど X の自分のとこのおすすめ欄に、まあ、よく原神 のツイートとか情報も見てるので、ふとなんか流れてきたのに、新滝の兄貴の本気クサ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 みたいなので、なんか動画が載ってて、なんだこれってポチッと押したら、すごい上手い人が歌ってる、何これみたいな動画をちょっと見てしまいまして、そこで一回ポチッてやめたんですけど、すごいですねやっぱり西川貴教さんは。こんなすごい方、新滝そりゃ歌うまいわって思って、なんか納得しちゃった自分と、でも歌詞全然中身わけわかんねえじゃんみたいなところの面白さと凄さと、なんかいろんなので感情がそっちもごちゃごちゃになった最近の僕です。はい、ということで、これの頃にはもうね、シグウィンとか、シグウィンはまだか、多分先にクロリンデかな。クロリンデはちょっと勘弁してくれ、本当にもうお父様でだいぶ僕のお財布の HP が減ってるから、頼むから沼らないでくれっていうのを祈りながら始めたいと思います。始めます。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神ウェンティ役の村瀬歩です。ではお待たせしました、ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、テイワット放送局でははじめまして、楓原和葉役の島崎信長です。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃお久しぶりですね。嬉しすぎる。いや、テイワット放送局にやっと来られたのもすごく嬉しいし、そうだ、あゆとも何気に久々だから、めっちゃ久々ですよね。あえて嬉しい。いや、僕もですよ。ロビーでいた時に信長さんだってちょっと一瞬フリーズしちゃった。そうだ、信長さん今日独り占めだ。嬉しい。昔はねよくさ、それこそ同じイレギュラーのさ、アフレコ終わりでさ、飲み会とかがあってさ、その後2人まだ話足りなくてさ、結果なんかあゆん家まで行ってさ、そう、スタジオから全然遠いところだったんだけど、お芝居の話でめっちゃ盛り上がっちゃって、一緒にタクシー乗って、ね、僕ん家来ますそうそういいのって言って、結局だから11時ぐらい飲み会終わった後に、朝の4時ぐらい話したね。ずっとお芝居の話しても、いや芝居の話は無限にできるからね。無限にできちゃう、面白い。もうでも信長さんといえば、やっぱキャラ愛の人なんですよ、僕の中のイメージは。あ、そうなの。そう、いや、すごくやっぱお芝居にも熱いし、あと後輩にもすごい優しいし、先輩にも愛されてるけど、何より
キャラクターへの理解度と愛がすごいっていうのはずっと印象であったんですけど、ありがとう。さっきあのスタッフさんとお話ししてるのちょっと盗み聞きというか白聞きしてしまいまして、キャラ愛が強いから信長さんが選ばれたっていう理由もあったらしいですよ。和葉は特にすごいなんか愛してほしいっていうね、絶大なもう愛してくれる方がいいっていうので信長さんへの熱いコールがあったみたいですね。ありがたいけど、まあでもね、愛してるっていうとかっこいいけど、違うんだよね、俺はそうじゃないとできないだけなのよ。自分のなんかちゃんと注ぎ込まないとね、そうそう、なんかなんとなく雰囲気でこういう感じなんで、なんとなくやってができないから、やっぱ役のこと詳しく知りたいし、でもらった素材から、あでもきっと描写されてなくてもこういう人生を送ってきたのかなとか、映せないこのとかいろいろ想像して膨らませて、まあだから人間にするのに必要な材料をもらわないとできないだけで、結果その作業がきっとキャラクターを愛してるみたいなさ、愛を持ってくれてるってことにつながるようなことになってるんだと思うんだけど、僕もどっちかというと自分もその一派の人間ではあるもの、そうだよね、愛もね、信長さんは一回自分の中に入ると、なんかこう辞書のようにその人の半生をすごい持ってるからでもやっぱ芝居にもすごい香りを感じるし、いやいや、ありがとうございます、その人の生きてきたっていうお話を今日はいっぱいしたいでちょっとまだそう、ありがとうね、紹介もしないからね、うん、多分このラジオを聞いてくださってる旅人の皆さんは、もうカズハといえば毎回パーティーに入ってるって言われても過言ではないぐらいの、もうキャラクターへのね、愛がその深い旅人さんももちろんだし、使ってても楽しいし、単純なね能力としてもね、すごくね、なんかその辺もさ、またちょっと遮っちゃうんだけど、ごめんね、カズハっぽいなってちょっと思ってて、まあこの後の話で結構もしかしたらカズハの生い立ちとかも話すかもしれないけど、とても力がある人なんですよ、皆さんご存知の通り、ね、単体で自分が戦う力もある人なんだけど、カズハってどこかやっぱこうサポートが似合うというか、分かる、周りはいやあなたはアタッカーやってみたいな、こう周りはね、あなたはもう一番先頭に立ってとか上に立ってガンガンやってとかって立ててくれるんだけど、カズハいやいやって拙者はっていうタイプなのが、なんか偶然ではない、きっと狙ってる、本当さ、原神のスタッフさんの愛が深いからさ、イメージもあるんだと思うんだけど、カズはもしかしたらたまたまそれがシンクロしたのかもしれないけど、なんか立ち位置もぽいのよね、わかる、そう、比較的原神のキャラクターってそういう、例えばなんだろう、こうスキルとか打った時に、ベネットとかだと、小坂亮太のキャラとかだと、なんかたまにこけたりとか、それなんか不運属性のところをうまく表現されたりとかしてて、多分狙ったシナジーなんじゃないかなって思いますよ、ね、すごく感じでさ、使い方とか、あと凸の仕方によってはさ、一応アタッカー運用もできますよみたいなさ、もちろん一応ね、うちはもう貫突ですごいねアタッカー兼バッファーでやってます、もう最高ですよ、そう、なんかその辺がすごく能力も含めて、カズハのなんか人間性を表してるなと思って、もうなんかそこまでやるの原神作って思って、結構僕は、感動してますよね、ちょっとね、極めてますよね、こうキャラクターを、ね、いや俺本当これこの後話すけど、初回の収録で、それこそさ、なんか愛を持ってなんて言ってもらえてる俺が当てられたもん、その気持ちに、スタッフのスタッフさんのね、熱量がすごいのよ、これは本当にいつもそうやってるけど、これは本当になんか丁重にというか大事に扱わなきゃって、より、ね、思った話は後でします、しましょう、まず紹介をね、いただきます、ひとくれカズハの紹介をね、僕らやっとね、話のペースとかこの展開の仕方が似てるから、その話したね、ずっと話せちゃうの、僕ね多分ね頭の回転速度ちょっと近いのよ、めちゃくちゃ近い、割と人によってはちょっと先にプッて言ってついていけないよみたいな話も二人だと通じ合えて、どこまでもねキャッチボールがね、なんか3手先ぐらい話してもお互い通じんのよ、通じちゃうのが気持ちよくて朝まで話しちゃうんだよね、そうなの、気づいたら朝だってなっちゃうからね、このラジオもちょっと恐ろしいことになりそうなんですが、カズハの紹介でございます、稲妻より訪れし浪人、穏やかで優しい性格、年若くしてさまざまな過去を心の内に秘めている、自由奔放に見えるが自分なりの指針を持つということで、カズハはですね、実は稲妻が実装される前にそうなバージョン 1.6 でね、まあ、実質稲妻のちょっと導入というかね、そうです、うん、そうそう、まさにってところだったんで、いやでもまださ、いや台本見てた、2021年実装でもう3年近く経ちますがってあるんだけど、いやまだ俺まだ3年と思っちゃって、いや結構カズハとのね、なんか、
一回一回の収録が濃かったからかもしれないけど、特に稲妻だとやっぱ一番ストーリーラインの軸になるキャラクターだったから、あのね感じもあるね、うん、なんか稲妻っていう国のまずちょっと恐ろしさとか現状みたいなのを、そうだね、旅人に話してくれて、モンドリーゆえは結構のほほんとしてたから敵が出てきてもこのストーリーラインとして危ない感じのところが実はそんなになくて、確かに多分ここをクリアしていけばいいんだなっていうのから、えそんななんか強そうなこの子がいきなり指名手配で追われてる子がさ助力をね、そうそう、申し出てきて、しかも どう見てもなんか穏やかで、そうですよ、そんな悪いことしなさそうな子がさ、メガリレーってなんじゃって、ね、恐ろしいですよ。でも行こうとしてる島は雷バーバーに ね荒れ進んでいて、もうそんなところから来て、でもまだ3年なの3年なのか。いやなんか僕の体感だともう5年ぐらいは一緒になんか歩んでる印象なのよ僕の中で。カズハとの時間ってなんかもう5年ぐらいあるような気がしちゃってて、それこそメインストーリーのところのやっぱだから主軸だから、より毎収録もだって絶対1回で終わらないじゃないですか。そう、あと何回かに分けて結構イベントとかでも、うん、あのもちろん伝説任務もそうなんだけど、はいはい、イベントでもね結構ね楓原家の話とか、分かる、一神殿の話とか、あとうん、そこがあのスカラマシュ、まあ、あそうね、ね、はいはい、のとこにつながってきたりとか、結構いろんな因果を背負ってる子なんですよね。あの過去のいわゆるこう、うんうん、名家のねちゃんとこう稲妻に根を張ってた家の人だから、うんうん、当然稲妻勢との関わりっていうのは、うんうん、本人同士が仮に面識なくてもすごくあるし、うんうん、同時に今北斗の船に乗ってあっちこっちを旅してるから、うんうん、いろんな人とのまた新しいつながりもあったりするんで、本当なんか交流幅広い人なのよね。あとやっぱ結構奇抜なキャラクターというか、うん、あの破天荒なキャラが多い中で、うん、めちゃくちゃ常識人なんでいてくれて助かる。本当になんかパイモンと旅人は、ね、たまにほっとくとむちゃくちゃなことをし始める時があるんで、カズハはねやっぱりすごく安心できるキャラクターでもありますね。あ、僕ねカズハのパイモンのいじり方すごい好きなのすごい好きで、わかる。あのねパイモンってさ、うん、こう本当に素敵な子だからさ、丁重に扱っても、うんうん、いい意味でちょっと仲いいから雑に扱っても輝く子じゃない、はいはいはい、どんな扱い方でも。なんかねカズハのいじり方ってすごく愛があるんだよね、うん、パイモンのことをなんか好きないじり方なのよ、ね、あとあのパイモンってこうなんか言う時の声とかも、うん、やっぱちょっと優しいし穏やか、うんね、人の名前をでいじってもちろん好きな人だから可愛がったりもするし、うんうん、でも同時になんかカズハってどんな人にも割とこう敬意を持って接するから、うん、とってもちゃんとこうパイモン一人とも向き合って、でタイミングによってはちょっと可愛がっていじるみたいな、うん、愛を持ったいじりもするし、もちろん一人のなんか人格として相対してちゃんと当然関わってるから基本的には、うんうん、なんかその尊重スタイルすごいよね、カズハ君の。めちゃくちゃ礼儀正しい、すごいんだよね。逆にここまでできるっていうことは逆に変でもあるっていうね、うんうん、あ、分かりやすいなんかオラオラみたいな尖り方じゃないんだけど、ね、これもこれで一個尖ってるというか、ちょっとそれを徹底できるマインドって相当パーソナリティ強固だよね。そのちょっとある意味達観してるみたいなとこって、はいはいはい、もちろん本人の元から持ってる素養とかもあると思うよ、うんうん、それも大いに同時にそうならざるを得なかった環境っていうのもどこかあるよねって思うと、うん、結構切なくなってくる。苦労してるんですもっとなんかこう、うん、結構さ天真爛漫でさ、うん、案外ちょっと面白いボケとかするときあんのよ、うん、あの意外と天然さん、お茶目なのよ、お茶目な天然さんだから、もしかしたらあのもっと苦労が少なかったらもっとお茶目さとか、うん、もしかしたらわがままとかももっと言える子だったのかななんて思う切なさもあって、いやでも今のこのカズハのやっぱ人格とね、うん、人となりがとても素敵だから、うん、そういうとこも愛されてると思います、ね、いや後で話す後で話す、そうそう、ずっと話しちゃってごめんね、いやいやとんでもない、うん、これねずっと触りのつもりなんだ、でもめちゃくちゃ、いや俺なんか別のところでインタビューとかもそうだし、うん、したためたいっすよね。そうだね、すごく、うん。でもあくまで作ってらっしゃるのは原神のスタッフさんで、うんうん、僕は役者視点で言ってるだけだからごめんね、うんうん、僕が言ってることって別に正しいものとか公式の設定とは限らないからね、うんうん、それだけは自分がこう思ってね、そう私はこう思って関わってますよっていうだけだから、大事です。はい、でですね、うん、あの原神ラジオ恒例行事がありまして、はい、原神は誕生日になるとキャラクターからお手紙が届く仕様になっておるんですけれども、うんうん、せっかくなので、ね、今回は信長さんに読み上げていただきたいと思います。あら光栄ですわ。カズハの誕生日がですね10月29日だそうなので、うん、いい季節だね、もう、うん、秋口ぐらい、秋口の中秋の名月でございますか、うん、え今日は2023年の時のメールを
あの読んでいただきたいなというふうに思います。準備はよろしいでしょうか。やっぱやるときはちゃんと一番いい状態でやりたいですよね。ごめん今ごめんノリでやって逆にうんうんってやりすぎて今なんか逆に崩れた。飲んでください。なんそんなやんないやらないんかい。整ってるんかい。ボケでやったつもりだったんだけどただ転んだごめん。あのちょっとカズハっぽいところあるかも。かわいいぞ。大丈夫か。あでも後で話したい。カズはねかわいいが実はポイントだったんだよね。はい、後で聞きましょう。まずはお手紙の方です。それではよろしくお願いいたします、うん、すっかり涼しくなって山が一面紅葉する季節がやってきたでござるな。実はこの間から姉君に連れられて皆で慰労府に泊まりに来ているのでござる。慰労府から西へいくらか海を越えればフォンテーヌのルミドゥースハーバーにたどり着くであろう。お主は先日フォンテーヌへ行くと言っていたが今頃はフォンテーヌの国を歩いている頃であろうか。もしそうならば東の方を眺めてはくれぬか。さすれば海を越えて拙者と目が合うことであろう。お主と拙者はおのおの旅を続けて前へと進み続けている。それに久しく会っておらぬゆえ、旅で見聞きしたことの感想は、きっと山積みになっていることであろう。もし時間があれば、教えてくれると嬉しいでござる。もうカズハいや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 。書いてる時の、カズハが筆をしたためながら笑顔で書いてで山々がこうきっと彩られてんだろうなっていう情景が浮かびました。あのカズハめちゃくちゃいいやつなんだよやっぱ。でもねなんか楽しそうっていうのあるんだよね、うん、結構特に今のいろいろ経た後の今、うんうん、結構ね楽しいのよ。確かにカズハ君がちゃんと稲妻にもね、うん、いられるしいろんなとこ巡るのも楽しいし、あと、うん、やっぱ旅人とパイモンのこと大好きなんだな。好きなのよ。すごく伝わった。大好きなの。とっても伝わる。なんかいいもの聞かせてもらっちゃった、ありがとうございます。そしてですねあのここからは僕たちに話してほしいトークテーマのコーナーでございます、はい、ユーザーの皆さんに投票いただいて、投票数の多かったテーマをこちらのトークで取り上げてまいります。ありがとうございます、こちらは原神公式 XQ ツイッターの方で事前に投票を行っておりました、うん、今回皆さんに選んでいただいたトークテーマはこちら。喋ってみたい一人称や語尾。おお。やっぱカズハがござる。そうね。だからですかね。いっぱい調べてくださってるスタッフさんがですね。あすごいね。語尾はなんかござるとか、なんとかでゲスとか、なんとかなりとか、なんとかなのねとか、なんとかなんだなとか、まあ、なんとかあるとか、なんとかでやんすとかいっぱい並んでる今。いやあの一個一個言ってってるのに全部、うん、なんとなく黒線が引かれてるキャラクターの顔が一個ずつ浮かんでった。そこまで意識しない。ごめんね。いや浮かびました。ダッチャとかもねいろいろありますね。これダッチャはちょっとピンポイントすぎるから。でもなりもなかなかないですけど。あで一人称もね、まあ、拙者、カズハ拙者です、ね、まあ、あのベシ君のところで言うと俺、僕、私、うんうん、まあ、私ぐらいはあるかな。あと、うん、うちとかね、うん、わし、うん、わしもまあ、あの言うてる人いるか、うん、東方、あ東方っていうね、え、あ、うん、あと小生、小生もなんかかな、ね、おいどん、おいどん、あしね、あしね、あし、あし、わがはいいよね、わがはい、わがはいはわかるわ、わがはいって言うとついついなんか猫が思いついてしまうんだな、そうだね。なんとかであるに行きそうだけどね。あ、節操、うん、マロ、あ、節操っていうね、うん、あちきマラはあ、みんなすごいね、いろんなのが出てくるね。結構、うん、我々仕事柄いっぱいその登場人物が出る作品だと、そうだね、語尾とか一人称で特徴を多少出すっていう毛色の作品はあるじゃないですか。そうだね。それでこう表現をね分けるっていうのもあるし、うんうん、まあ、あとでもどっちかっていうと、うんうん、こういう、まあ、実際あのカズハの拙者とかござるもそうなんだけど、はいはい、独特な言葉を自然に受け入れられる広い世界観、うん、世界観の土壌がちゃんと深いと受け入れられるのよ、うん、
だからなんか例えばだけど他人称とか人を呼ぶときにウヌラってやつ言うとするじゃん。そっちはとかね。そう、作品によってはさウヌラが出てきたらさちょっと無理じゃん、飲み込めないじゃん、うん、もう世紀末かなって思う、うん、現代の高校でウヌってやつがいたらもうギャグじゃんそれは。もはやそこでちょっと一個あれって思っちゃうからね。だからなんかそこのこう多様性とか説得力のある世界観とかっていう懐の広さっていうのがある作品ってことなんだと思うんだよね基本的には。もちろんギャグで成立したのもあるけど、ギャグだったらもう何だったらこれ全部入れてもいいぐらい、ね、どれでもいけるからね。むちゃくちゃなカオスプリンできちゃうけど、毎回語尾が変わる役とかでもいいもんねそう、あのブレブレやんけ、うん、そうそうあとはなんか、うん、あの世界観的なところもあったりしつつ、うんうん、話す相手によっても我々も一人称結構変わったりしません？あれさ、うん、意図的にやってる作品しびれない？あの、うん、僕結構そのすごいお世話になってる、うん、まあ、音響監督さんが、はいはい、ポロッと全然自分に対してじゃなくて言ってたのが、うん、その例えば一人称ってなんかあの、うん、このキャラ私じゃないですかとか、うん、あの僕じゃないですかとかなんかそう言ってる時にこれ一人称違うと思ってって言ってるのを見て、まあまあなんかキャラ大事にするっていうのはあのもちろんなんだけど、それ以外にも考えることあるんじゃないかなあのだって普段生きててさみたいな、うん、例えば目上の人に対していつも俺って言ってる人でも僕ってちょっとそうかしこまって言う時もあるし、そういう気分とかもあるよねみたいな話をふと他の人と話して もう俺どの現場でどの、 あのディレクターが言ってるかで分かるよ分かってるよこれ話し始めた時に、うん、あの人なんだろうなって多分伝わってるって顔が、もうあのお世話になってるの時点でもう誰かピンときてるし、はい、もうあの方です。しかもその一人称の話だから多分そういう話を言う人、うん、あのでも俺ね、はいはい、それが本当のそれこそ大事にするってことだと思うんだよね。だってさあの人間として描こうと思ったらさ、うんうん、それこそなんかこの役は俺なんでとかって言ってずっと俺じゃなくて、うんうん、ちゃんと例えばこの役は目上の人に対してちゃんとこう敬意を持って接することができる役ですよだったら態度変えるじゃん、はいはいはい、うん、それがさ人間を生んでいくじゃん、うん、例えばなんかいつも上からでこうオラオラってやってる役だから、うんうん、俺はいつでもオラオラですがキャラを守るとかじゃなくて、はいはいはい、とはいえこういうこの人もこの例えばお世話になってる先輩の時は後輩みたいなこう表現になりますというか、うん、はいはいはい、この人ってずっとうわーオラオラじゃなくて、あ、うんうん、この時はこういう風になんか下からそうですねみたいになるんだみたいな実はそういうのがね、そう、言葉遣いは変わらなくても芝居が変わったりして、うん、それがさ役大事にするってことじゃん。あと、うん、その例えばまあ一人称が特殊なキャラがあったとして、うん、はいはいはい、それをずっとまああの意図としては、うん、その作り手側が、じゃあこういう風にキャラ付けしましょうって決めたことでも、こっち側はじゃあそれをずっと誇示するんだったら、うん、誰とでも話す時に誇示してんだったら、そこになんか理由をちゃんと考えるというか、そうそうそう、多分拙者とかなんか俺とかおいどんってなんか言ってるのは、例えばあの自分の生まれたとこに誇りがあってとか、これをなんか言うことで自分自身をこう強く持ってるんだとか、なんかそういうところの意外となんていうのかな、普通にこれはこうじゃないといけないって考えることの裏にこそもうちょっとなんていうの、大事にしなきゃいけないそのキャラクターのパーソナルなとこがずっと隠されてると思ってて、なんかキャラ付けの記号として捉えちゃうことも多いから、そうね、でも僕たち役者は、うんうん、なんでそう言ってるかにいかないと、そうですね、もうあゆがだから言った通りのその今の補足みたいなことになるけど、楽しい、楽しいよね、楽しい、酒が飲みたい、わかるちょっとあの、はい、ああ、はい、そう、お二人は最終的にどの語尾にしますか？どの語尾？そんなん急に生まれてもね決められないずらな、決められないでアリンスあちきゃ、そんなん決められないでアリンス、いやでも似合うよねわかる、いや あちきとかアリンスってさやっぱちょっとこう雅な空気というか、そうですね、やっぱちょっとこうプライドをちゃんと持ってる人のさ、うんうん、雰囲気出るよね、うん、待って待って、あの対面の分析はずいからやめてはずいはずい、いや僕はもうござるです、あ、いやござるをこれからもしっかりと、まずは、はい、拙者とござるをね、うん、しっかりとやっていきたいと思っております。カズハの自然なござるは信長さんの努力の結晶なんです、自然かかんないかな、はい、はい、ということでこちらのトークテーマのコーナー今回で最終回になります。投票にご参加いただいた皆さんありがとうございました。次回からはまた新しいコーナーが始まる予定です。詳細は原神公式 X 旧 Twitter で公開予定ですのでお楽しみに。ということでここからはリスナーの皆さんからのお便りも紹介していきたいと思います。
すごいたくさんお便りが届いてまして、ありがとう。その中からちょっと厳選、うん、させていただく形ではあるんですけれども、読ませていただきます。お願いします。旅人ネームツナマヨさんからいただきました。ありがとうございます。村瀬さん、ゲストの島崎さん、こんばんは。こんばんは。ラジオが始まってからずっと来てくださるのを待っていた島崎さんがゲストとのことで初めてメールをさせていただきました。初めて。ありがとう。カズア君は多くは語らないキャラクターだと思っているのですが、痛みを知っているからこその優しさが垣間見える柔らかい声にいつも癒されてます。チーム加入時の拙者を連れていくのかのセリフが特に好きで、編成するたびに嬉しい気持ちになってます。ここで質問なのですが、カズハ君のお芝居をする上で意識されていることや収録で印象に残っていることなどありますでしょうか。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。これからの活躍も楽しみにしております、ということで。収録のね時のスタッフさんのね、うん、その熱量の話とかは、いやもうね、ちょこちょこ先しましたけど、収録の思い出は本当いくらでもあるよだってもう2倍ぐらいに感じてるんだから関わってるんです、ね、どうですか。いやまず最初にやっぱ、うんうん、関わらせていただくときに、そう、もう原神ってもう当時ね、うん、僕が関わらせていただく時点ですごくやっぱそもそもクオリティが非常に高くて、もうね、うん、もうとんでもないゲームが出てきたぞっていう、うん、なんだろう、すごく世の中がさ、もうざわざわして、でそうそう、一気に世の中でね、もうね、スターダムを駆け上っていったというか、ね、実際面白いぞっつって、ね、中身もしっかりしてるぞっていう中で、まあその台本の資料とかいただいて、はいはい、でもちろんちゃんとね自分なりに、うん、予習してきて現場に向かって、はい、でさ現場でね、うん、ほんとスタッフの方の熱量と愛がすごかったの。いや本当にね、うん、なんか私たちってね、本当にこうそれこそ役に魂を吹き込んでみたいなこととかさ、うん、言ってもらって立ててもらえるんだけど、うんうん、でもね本当に最後の最後の方のセクションで、うん、台本とか仕上がってる素材をもらって声をある意味入れてるだけで、いや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 、僕ら最後にちょろっとある意味美味しいとこやらせてもらってるだけですよぐらいの、全く同じ感想です、うん、気持ちなのよ。あくまで僕らって声のセクションの一スタッフなだけだから、総合芸術、そうなのよ。だから、うん、とってもだからやっぱ生みの親というか、うん、うん、だなって思ってんのよ、うん、そこ例えば漫画原作だったらさ、漫画の先生とかが生みの親だし、それをアニメーションとかに落とし込んだ時に、うんうん、またアニメのスタッフさんが僕らより関わる何年も前からさ、ね、関わったりとかがあってって中で、原神もさ、うん、当たり前だけどこんだけ大きいゲームって、うん、もう長い期間こう制作をずっとやってきて、やっと世の中に出てんのよ。見えない水面下でのね、そう本当に。でだからもちろん基本的なね、カズハのその設定だったりとか、はいはいはい、でその時点でのこう台本には載ってる情報、まだ載ってないこの先の情報とかさ、うん、親友の結構例えば詳しい話とかさ、そうそう、いろんな話を聞きながら同時にね、やっぱそこに年輪を感じたの。長くカズハをすでに愛されてるんだなっていう、当たり前だけど。でしかもカズハって割と全体のキャラクターたちの中でも結構早い時期に、いやだいぶ早いっすよ、生まれてたキャラクターらしくて、そうそう、そう全キャラクターの中でも、そうそう、というのもあって、なんかね、なんだろう、本当になんか、なんだろう、僕の印象なんだけど、本当になんか大事な息子さんを預かるような気持ちになったの。あ、うん、ここまで私たちが一生懸命育ててきましたって、うん、あとは お願い、もちろん一緒に育ててくんだけど、うんうん、お願いしますってなんか託されたような、いやプレッシャーえぐいなすごい。だってよりそれをね、うん、年輪を感じるって表現まさにそうだと思うんですけど、結構我々の仕事って、うん、じゃあ信長さんにお願いしましょうっていう風にこう言われた時が、うんうんうん、逆に勝負というか、そう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 、あ、これなんかやってみて違うんだけどなとか思われたらなんかちょっと、いや、もちろん、うん、皆さんがなんか作りたいいいものに、どれだけこっち側もそのキャラクターのこと大事にして思ってるから、うんうん、一緒にこう寄り添って可能性を追求して、ね、みんなでいいもの作るっていうイメージが一番僕は好きなんですけど、僕も好き。だからこそそれだけの思いを託されてるとまあでも逆に言うとそんだけ愛情があるから、うん、もちろんしっかりさっき言ったように一緒に、うんうん、一緒にディスカッションしたり話し合ったりしながら作っていくから、うん、最初仮にちょっと違っても、うんうん、最終的にいいものになればいいからさ、うんうん、っていうまず熱量にすごく当てられて、うん、まあ、その時も今ここで言える話言えない裏話とかも含めて、うん、いろんな情報をもらってやったんだけど、最初に、まあ、声を入れていく中で、はいはい、結構キーポイントだったのが可愛いって言葉だったの、さっき言った。おー、
あ、自分の中の お芝居する上でなんか そう要素だ。それこそ内面、はいはい、結構表面上それこそ可愛らしいじゃん、うん、綺麗だしかっこいいし、でも可愛らしさもあってさ、うん、で割と雰囲気もとても柔らかくてさ、うんうんうん、でも同時に裏に抱えてるというか、今までそれこそ楓原和也の年輪を感じるというかさ、どっか達観したとこだったりとか、それこそ芯がしっかり筋が通ってるとこだったりとか、割とそっちに結構僕はフィーチャーしてて、表面的な印象よりも内面にフィーチャーしてて、覚悟がちょっと決まってたりとか、そうそうとかでやってった時に、だから最初に多分僕がやったものって柔らかくはあるんだけど、もう少し多分大人に聞こえる感じだったと思う。なるほど。印象として、はいはいはい、はい、で会った時に基本でも内面はありがたいことにすごく一致してたから、うんうん、でも最終的に表面に出てくるものとして可愛らしさで、これはあそっかって、それは小手先のことじゃなくて、うんうん、さっき話したカズハの実は結構天然なとこがあるとかうん、うん、そうそう、案外ちょっとこうポヤッとしたとことか、うん、そうなんかいたずら心とかさ、うんうん、そうそう、そういうなんだろうな、カズハがここまでの経験値で、うん、そうあんまり表にポンって出てこなくなったけど、元の素養で持ってたその可愛らしさというか、うんうん、あそこなんだって、そこすごくある子なんだって、うんうんうん、って思って、それで結構芝居変わったのよ。またこれはすごく高度な話をしてるんだけど、でもなんていうのかな、本当芝居の味噌というか、うん、秘伝のタレ的なところというか、でもひょっとしたら味を決める一番のところだと思ってて、可愛、うん、いを作ろうと思って可愛いをしても可愛くないんだよ。そうなんだよ、これがあざといやつはね。そうなんだ、そう、あざとくやってください。あの可愛い子ぶりっこしてるキャラをやってください。だったらいい、可愛くないもんだって。格好つけてる人って面白いじゃん、ちょっと。いやそうなんですよね、かっこいい人ってかっこつけないのよ。そうなの、本人が当たり前にやってるからかっこ、もちろん場合によっては本気でかっこつけようと思ってかっこよく見せようと思って努力してかっこいい人もいる、うん、もちろん、ね、でもそれ本気でかっこつけようと思ってる本気さがかっこいいわけで、うん、確かに、そう、そう、心意気の方だからね。そうそう、あゆなんてさ、かわいいに関しては俺なんかよりもずっと詳しいから役者としていやいやいや、うん、でもなんか思ったのが、他の人から見てもう芯の部分とか内面の覚悟決まってる感じで、うん、特に稲妻をねもうなんかこう逆に指名手配とかされちゃって、そう、ね、結構生死がかかってるじゃないですか、うん、でもそんな中でも旅人がこう一緒にいる時に、まあ、一緒にこうプレイしててさ、このこっち側のお客さんがこう見てて、うん、あ、カズハってなんかこういうとこあるんだってふと思うところのなんていうの、この余白的なところをどれだけそのこの芯の部分のところにちゃんと、あ、でもそういう要素もあるよねっていうのをうまく自分の中に理由を落とし込んで作るか、もしくは見つけるか、うん、発掘するかとか、そこがなんか芝居の楽しさでもあり、あ、そっか、そのキャラってそういう風なところあるんだみたいな、そうそう、手紙書くとき旅人のことを思いながら笑顔になるんだなとか、そういうところがなんかこのにじみ出てる良さでもあり、表面の分かりやすいとこじゃないんだよね、うん、その分かりやすいものが表面化した理由をね、うんうん、掘っていかないと。でも特にさ、本当台本からすごく、うん、あ、いい本だなって思ったし、とっても設定資料とかからもすごく愛を感じて熱量を感じたから、うん、やっぱりあざとくしたくなかった。だってカズだってさ、かっこいいし可愛いし人格者だけど、本人はそんなことと思ってない、うん、1ミリも思ってないから、うん、カズハは。そう、可愛いをもらう前の僕の中のカズハのすごい大事なとこって自己評価低いな、うんうん、あー、はいはいはい、これすっごい大事で、自己評価低い人なのカズハって。うんうん、だから周りが余計カズハを立てたくなるの、うんうん、だってあの無双の人たちをね受け止めたとかさ。いや最後のとこね、でも本人って絶対そんなことないっていう、うんうん、拙者はそんな大したものじゃないって、うん、絶対言うので、これがちょっとでもだよ自分すごいって思ってたら急に嫌なやつになるわかるわかるでしょめちゃくちゃわかる、うん、ちょっとでも自分のこと可愛いって思ってて拙者を連れていくのかっていうのを言ったら、うんうん、あざといやつになるんだよ。そうだと、もちろんそういうパーソナリティがたまらん好きだっていう人もいる。そういう役もいるよ。なんかあのキャラクターによっては、うん、わざとそれをやってるのが可愛いやつっていうのはすごくいるの、ね、でも、うん、カズハって違うじゃん。違うから、カズハの良さは自己評価高かったらマジでナルシストになっちゃうからで、なんかいやいや拙者なんてって言いながら俺すげえって思ってるじゃんお前になっちゃうのよ。それ多分指名手配して助けないな、こっち助けないな、最後になんかムカつくやつだなこいつって言われてるかもしれない、それだと、ね、でもなんかそういうところの芝居の妙とかを
やっぱこう話せるラジオっていうのはいい、うん、とても同時にそれは全然ね、うん、あの僕とかあゆがなんかそこまで考えてるよってことじゃなくて、うんうん、あのねそういう風に考えられるぐらいちゃんと作り込まれてる材料をくれる作品なんですよ。すごいです。原神が結構ね、うん、別にそれがいい悪いではなくて、うん、あのキャラクターのセリフとそのキャラクターの絵とか用意して、うん、こんな感じでやってくださいって言われる時も、うん、じゃあどういう風に自分が作っていこうっていう風の調理の仕方もあるんですけど、やっぱ素材はいっぱいあって、ね、どういう風にこれはこう考えてるんだろうとか一個一個こう詰めてった方がより高級な皆さんのところに美味しく届けられると思っております、ね、しかもこれまだ初収録の話だから本当はねこの後いろんな話があるんだよ、うん、そうなの本当はね、本人のね伝説任務とかもそうだし、その後ねあの期間限定イベントでこの内容なんだすげえみたいなさ、結構楓原家の重い話とか、そう一心伝というあと奉行系のところとの、ねうん、そうそうやり取りもあったりとか、いろいろあるんだけど、まあもうねごめんね皆さん知っての通りね、うん、もうきっと尺はね僕まだ2割ぐらいしか話してないんだけど尺があれだから、恐ろしいことに、うん、もうガチガチに話しまくってるけどまだメール読みたいと思います。はい、ちょっと、ね、多分いろんなテーマがあると思うんで、うん、一旅切ります、はい。でも我々もっと話せます。はい旅ビートネーム真央さんからいただきました。ありがとうございます。村瀬さん、島崎信長さん、こんにちは。こんにちは。フルネーム。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今回ついに待ち望んでいた。大好きなカズハの声優さんの大好きな信長さんがゲストということで動揺しながらお便りを書いています。私がカズハをお迎えした理由はもちろんキャラが魅力的だったからというのもありますが、うん、CV 島崎信長さんがかなり大きかったです、穏やかなカズハの声にいつも癒されています。恐縮です。先日の祈願でなんとかお迎えでき日々テイワットで活躍してもらっています。最近はカズハの祖先と深い関係がある放浪者と組ませたり、信長さんといえば義継さんということで賞と組ませたり、ね、毎日楽しく遊んでいます、うん、ところでカズハはいつも亡き親友の神の目を持ち歩いていますが、うん、皆さんがいつも持ち歩いているものこれだけは手放せないものはありますか？よかったら教えてください。これからもテイワット放送局を楽しみにしています。ありがとうございます。手放せないものは結構我々はいっぱいありますよ。いっぱいあるね。いやでももうさ、うん、亡き親友の神の目を持ち歩いていますが、いますがが重いよね。分かる振りが分かる、何持ってますか？あの前振りにしては重いよね。そうなのよね。そうさてみたいなテンションで言ってるけど、いや事実だしそうなんだけど、それと同じぐらいなんか自分にとって重要なものみたいな。いやこれもさ、いやストーリーもよくできててさ、いやだってもともとは光らせられる人を探してたんだよ、うん、カズハって。そうですよ。でも結果最終的に光らせたというか、うん、光ってくれたのは自分にで、そうそう、であの雷電将軍の無双の人たちをやっぱ止めたっていうさ、無双の人たちは誰にも止められない一撃だったもんね。すごいよね。でもあれはだからカズハのことみんな立ててくれるけど、うん、違うから、カズハとしては違うから、あれは親友だったりいろんな人のおかげであれできただけで、うんうん、全然自分はすごいわけじゃないっていうさ。あと結果的にみんなの気持ちが結実していって、うん、最後にねね、もう亡くなった方たちもなんか出てきてこうバーってもう感動だったな、ね、超大作だよ。ごめんね、もう一個ね思い出したんだけどこれ言っとこうと思ってたことがあって、なんだもうね、いやここでも言ってくれてたんだけど、はいはいはい、カズハのさ優しい声とかにさ、穏やかなね、穏やかな声とかに癒されてるって言ってくれるじゃない、うん、いつも、うん、でほら拙者を連れていくのかとかが好きかとかの、うん、新編入のこれもでもね本当にスタッフさんの妙があって、おう、うん、それこそさちょっとしたアドリブボイスっていうか、うんうん、例えば崖登る時のフみたいな声とかさ、はいはいはい、攻撃の声とかもやっぱどのぐらいのシチュエーションで使われるかってさ、僕らって難しいじゃん。基本汎用的にやるから、うん、実際はすっごい急な崖の時もあるし大したことない時もあるしとか、例えば、うんうん、すんごい強い敵と戦ってる時に攻撃する時もあるし、弱いやつと軽くスッてやってる時もあるしっていう、うんうん、結構塩梅って難しいじゃん。そのアドリブボイスの弱中強の強さとかさ、これに関しては、うん、どんなシチュエーションでも合うようになんとなく小中大みたいな感じでね、そうやったりとかでちょっとずつ差つけたりはしますけど ねでその中でとはいえ結構こっちも想像するからさ、うんうん、割とこう強めに意志が乗ったりとかする時があるんだけど、はいはいはい、結構その辺のコントロールが上手で、お最終的に多分カズハってきっとだけど、うん、なんか連れていてすごく聞き心地がいい人にもなってるんじゃないかと思う、はい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 、それって別に僕の声とかじゃなくてね塩梅の調整も結構しっかりしてくれて、そうこれちょっと強いかもとか、うん、だからずっと一緒に旅していく中で連れ回してその言葉をいっぱい聞くって考えた時に、なるほど、そう単体で見るといいんだけど、うんうん、ずっと聞くとかそういうゲーム的なこととかね考えた時にちょっと強いかもとか、うん、もうちょっとこっちの方がいいかもとか、もうちょっと穏やかなとかっていうね、結構そういうのもすごく
ディスカッションしながら話し合いしながらやれたからすごい、あの長くプレイすることでのミザンスを取ってくれたんですね。そうとても、それは僕一人じゃ絶対にできないことだから、それこそ共同作業でちゃんと、いや本当になってるからやっぱ穏やかで、うん、だからね、そういうふうに僕をって立ててくれるけどね、まあ、カズハと一緒で、うん、僕だじゃないのよ、みんなで作ってんの、そう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 結局そうなの、うん、あの意外とあのセリフ良かったですもん、そうそうそう結果ねディレクションの妙なんだよなって思ったりとかね、そうそう最初俺全然違うのだったんだよなとかね、あるあるこれね、あるあるなのよ本当にもうめちゃくちゃあるある、本当にみんなでね、みんなで愛を込めて作ってますから、持ち物持ち物持ち物、僕は、うん、あれですね、はい、あの日焼け止めいやあのね、あの曇りの日とか意外と晴れの日よりも曇りの日の方があの紫外線が多いって話を聞いてから、うん、日焼け止めクリームを持ち始めました。おちゃんと日焼け止めやっとこうと思って、あいいね、 それはね結構欠かせないですね、持ち物ね、いやなんかペンとかはあるけどさ、確かにペンもそうだ、ペンはでもなんか物理的に必要なものじゃん絶対間違いない、あの仕事で台本書くのに使うから我々意外とアナログなんで収録のね、あのアフレコの時の台本とかは紙だからペンないと積む、そうそうとか何だろう、結構ルーティーン苦手でさ、あ縛られたくないのがあるんだよね、あの、はあはあはあ、常にこれ持ってなきゃとかあるとないと調子悪くなるじゃん、あのめっちゃ気持ちわかるめっちゃ気持ちわかる、俺それ逆に苦手で、なるほどな、あの必ずこれしなきゃを持たないのがこだわりぐらいになっちゃってるかも下手したら、あ例えばだけどなんかスタジオ入る前にこれを絶対するとかあったすんじゃん、はいはい、それもいい素敵なことなんだよ、もうそれできない時ってきっとあるじゃん、できなかった時にあこれやってこなかったなっちゃうじゃん、そう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 とかが苦手で、誇りやすすのようなものが心にあるだけで意外と ね芝居がちょっと変になったりとか、だからこれなかったらなかったでいいやって割と思えるように、忘れちゃったら忘れちゃったでいいやみたいな、だから今までのちょっとなんか役者目の意識高いみたいな感じのトークで言うと俺が常に持ってよって思うのはやっぱりこう好きとかなんか熱量とかは持ってたいなって常に思ってます、現場行く時は急に下手くそなるじゃん喋るのも急に誰や、いやでも結構ね最近リアルで思ったことなんだよね、いくつになっても熱量は持ってたいなって、僕も同い年だからっていうのが、もう一つちょっと聞かせて、はい、こちら旅人ネームカズハのアホ毛かわいいさんからいただきました、わかる、村瀬さんゲスト、そしてゲストの島崎さん、こんにちは、 こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、最推しのカズハのお声を担当されている島崎さんがついにいらっしゃるということで初めてメールを送らせていただきました、 ありがとうございます。私が原神を始めたきっかけは、島崎さんの演じるキャラクターがすでに実装されていると知ったことでした。あら絶対かっこいいキャラクターだ、そう思い調べて発見してしまったカズハ様は想像以上にかっこよくて気絶しかけましたビジュアルや性能はもちろんのこと、島崎さんのお声も相まって彼から溢れ出る穏やかな雰囲気にいつも癒されています。あやっぱそうなんだねみんな、またたまに出現するクールカズハも大好きです普段ニコニコしている人が静かに怒っているのがたまりませんお迎えしてからはずっとテイワット中を共に旅をしてたくさん写真を撮らせてもらっています。素敵なお声を本当にありがとうございます。さてカズハといえば赤色の印象が強いですが、うん、皆さんの考えるご自分のイメージカラーは何ですか、よろしければご回答お願いします。自分のイメージカラー、イメージカラーね、僕イメージカラーは分かんないんですけど、うん、なんかそのいわゆるオーラが見えるみたいな感じの人に見てもらったことが何回かあって、はいはい、毎回あの青と青紫っていう風に言われて、青と青紫なんか2色のこう層になってるらしくて、はいはい、そっからなんか青紫とか青の色めっちゃ好きになるっていう超単純な、だからイメージカラーは結構青とかかな、うんうん、あと紫青紫かな自分だと。でもなんか青紫の方は確かにパッと見のイメージよ、うんうん、確かになんかよりしっくりくる気は、確かにどうですかそういうの、でもさっきの話聞いてたらなんか逆に色っていうの決めなさそう、そうそう、うん、いろいろね、だごめんね、やっぱね年取ってくるとめんどくさくなってきていやいやいや、まだそんな年齢じゃないこれからこれから青とかも、うんうん、例えばさイメージカラーが赤い役が今多いですとかさ、うんうん、青い役をよくやってますとかあるじゃん、うん、それってなんかどこかパブリックイメージでさ
でさらに言うと役のイメージからは青でも、うんうん、その奥底にはさ黒が潜んでたりとかさ、白が真っ白があったりとかさ、青いからでもね、意外と黄色があったりとかさ、赤い熱を持ってたりとかね、うん、したりするのよ。とかがあるから、うんうん、なんか今ね特に僕とはいえ結構変化しやすくて、うんうん、変化しやすいんだけど、うんうん、なんか変に染まんないみたいな感じに最近、昔はよくいっぱい影響を受けてよく染まってたのよ、うんうん、はいはいはい、はい、その時に身近な影響を受けたものにすぐ染まって、うんうん、そうそうって言っていっぱい取り入れてきたんだけど、今とはいえいっぱい染まってきたから、うん、なんだろう、なんかねすごいなんかいろんな色になってると思う、いろんな色レインボーとかなんかね、そう、それこそパッチワークみたいにいろんなものがつながって結果一個の何かになってるかもね今、うん、で未だに増やしてるのよそのパッチワークを。でこれで全体で今の私ですみたいな、うん、でもそのぐらいやっぱ一つ一つの出会いが自分にとって切って切り離せないものってことですもんね、うん、そうなんだ、なんかね、だから単色で考えるの苦手になったのね、逆に苦手っていうか避けるようになっちゃった。なるほど。その役もこういう人ですはあるけど、うんうん、結果そうじゃないけどのなんかめんどくさい部分もいっぱいこう細かくさそこが面白さなんですよね。そうなのよ、やっていくときに。でも原神は本当台本よくできてるから、うん、カズハもちゃんとそういう普段朗らかで、うんうん、穏やかで優しいけどこういうとこは結構シビアな、あの、ね、こう視点がスッて出るよとか、あの、うん、伝説任務の時 の、はい、あの刀のお話あったじゃないですか。そうね、一神殿の話ね。そうそうそう、一神殿、はい、なんかあの時とか結構、あ、もちろん自己評価自分は低いっていうのは多分根底にあると思うんだけど、うん、これはあのお主には無理、あ、なんていうの、その復讐を果たすことはできないとか、うん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 、これはできるできないのジャッジめちゃくちゃ冷静だから、そう、ね、達人なんだなっていうところと、カズハの過ごしてきた過去が分かるとか、そう、ね、穏やかだけじゃないんだよね、やっぱカズハの年輪が出るよね、うん、すごくそういう本にすごくなってるからね、うん、好き可能性を考えさせられますよね、うん、キャラクターの歴史と。そうなんだよね、うん、だから原神っていいよね、あの、うん、ウェンティもそうだと思うけどさ、うん、表面上こういう人に見えますって言うけどさ、うん、その裏にはちゃんと人生を生きていきます、うん、だからスタッフさんがちゃんと一人一人のキャラクターなんだけど、うん、でも僕らとは違う世界で生きてる一人の人間、うん、まあ、人間じゃないこともあるかもしれないけど、うん、一人の生きてきた人だっていう風にこう見て作ってるから、うん、とてもそういいよね。だからやっぱいろんな推しがいるし、そう、それぞれなんか好きになるところが ね、違う。だからイベントですごい大事な話やっちゃったりするんだ。そうだからイベントですごい根幹に関わるようないい面白いんだけど、その分話はね、だから出てきちゃうんだ。びっくりしちゃうかもね。あ、これメインストーリーじゃなくてここで使っちゃうんだみたいな。そういう驚きもあるのよ。でもそのぐらいサプライズもね、はい、用意するのも好きな。そうだね。そうだね。本気でバカというか面白い、そうなんかさ、はっちゃけみたいなのをさ、こうなんかバカっていうとね、なんかネガティブなことに聞こえるかもしれないけど、うん、おバカになるって一個大事なのよ。いや、そうです。なんか振り切るというか、うん、うん、振りかふぶっとむっきり振るみたいなさ、うん。もうなんか全力で振り切ることの気持ちよさってやっぱあるから。あるよね。楽しいのよ。ね。え、終わり？仕方ないな。じゃあたくさんのお便りありがとうございました。いっぱい話せた。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。皆様からのメールお待ちしております。原神公式ラジオテイワット放送局、理想の人活棒。原神で自分だけの特別な空間同点を作り、屋外エリアと屋内エリアにそれぞれ制作した調度品を配置したり、屋外では地形を組み合わせて高低差のあるフィールドを作ったり、さらにフレンドと相互に同点を訪れたり誘ったりすることも可能な人活棒。このコーナーではですね、リスナーの皆さんの理想の人活棒をスクショを取ってもらって紹介してもらうというコーナーでございます。はい、では早速メール紹介していきたいと思います。うん、こちら旅人ネーム KT さんからいただきました。こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。もともとゲームは上手な方ではないのですが、人活棒みたいなゆったり遊べるコンテンツ大好きです。うん、他の旅人さんみたいな派手な人活棒にはセンスがないのでできないですが、わら。自分の人活棒は派手さはないですが、邸宅内邸宅外ともに住みやすさや住んでみたいをコンセプトに一生懸命楽しみながら作りました。邸宅内はゲストが泊まれるように
客室や茶屋を設けたり、あ、いいね、こだわりが、邸宅街は住居エリア、農業エリア、商業エリアなどのコンセプトに分けて制作しました。限られた付加地の中でどれだけ見た目にこだわれるかに難儀しましたが、完成してとても気に入っていますということで、スクショがあるの、すごい素敵な、あら素敵ね、泊まってみたいってもうこの入り口の門構えを見た時点で思うよね、うん、めちゃくちゃ素敵なファサード最高、これは実際に行けるんですか、あらということでちょっと見てきますか、ちょっと住みやすさや住んで、あらうわっ、てかカズハに合う、カズハが合うね、合う、めっちゃ合う、へえ。ちょっとねなんかこう一宿一飯のね、いいわ、あの絶対ロバタ焼きとかなんかそういう囲炉裏で囲んで、いやー、いやー、こういうところ、カズは結構さ、あのね料理とか味付けとかにちゃんとこだわりある人なのよ、うんうんうん、で特に魚とかも好きだから、なんかうわーいいね、温泉もあるのでかっ、すごい、あらあら、しかももうもみじも生えてとっても素敵、あー入っちゃうんですかあなた、なんかほんとカズハって紅葉に映えるよね、映えるいいね、いいで、ここでさなんか一個歌を思いつくよね、カズハは ねみやびですわ、でもほんとカズハにとてもぴったりな素敵な邸宅でございますね、いやすごい、なんかこせっかくさグラフィックがすごくさ綺麗でさ、うんうん、自由度が高いからさ、うん、こういうシステムがあるのってとってもいいよね、いいですよね、うん、お邸宅に中入りましたね、おあら推しキャラもねお出迎えしてくれ て, て, くれていいですね、掛け軸もとても素敵な、あいいね盆栽とかね、あかわいいワンワンもいて、あで2階にも人をね配置して、あらあいいですね、わあなんかいいね、ここがもしかしたら客室とかなのかな、あの泊まっていただく、いいあいいね、思い出もねいっぱいあって、ね、いや素敵なお家でございました、人活坊こだわり感じました、ありがとうございます、泊まってみたいです、ありがとうございます、泊まりたい、うん、それでは次の、メール紹介していきたいと思います、うん、こちら旅人ネーム夏目さんからいただきました、ありがとうございます、とても魅力的なゲームをありがとうございます、初期から楽しく遊ばせていただいてます、人活坊を通じて様々な発想を持った方々がいるなと感動しており、うん、素晴らしい作品を制作されている方々とつながる機会をいただけてとても感謝しています人活坊を触っていて最初に自分の中で転機となった作品で、うん、枯れ山水をイメージしたエリアです、おお、へえ、いいね、そんな作れるんだ、じゃあこっちも行けますか、行きだね、じゃあちょっと見てみます、ログイン、あいいわ、なんかいいね、いいわ、すごく癒される、うん、なんかちっちゃい時って、うん、こういう枯れ山水とか、うん、あとあの石庭とか、うん、なんで大人好きなんだろうと思ってたけどゲームで見ててももう癒される、なんか趣深いよね、趣深い、それこそカズハはさこういうのを楓原家でさ、うんうん、こういうものをめでる素養をさ、うん、育ってきたからさ、稲妻の国の、あうん、あるよね、いやいいね、てかやっぱグラフィックえげちい綺麗めちゃくちゃいいわ、わなんかいいなこのしかもなんかもうこの枯山水が主役の人活坊だから、うん、これを見てくださいって言わんとしてる、なんかカズハがさこうおじいちゃんとかになったらさ、はい、こう穏やかなとこでさ、うん、なんかこういうものをめでながらさ、なんか平和に暮らしてってほしいよね、いやもう望む今あちこち旅してさ、ね、いろんなそうそうあれだけど、でなんか近くにねこうご家族がいてたりとか、うん、あと友人には会うんじゃない、やっぱそのお互いね、会うね、そうそう、うわこういうとこでお茶飲みたいな、旅人とかと思い出語りしたりしてさ最高でも夕日と枯山水の良さをとても感じる、感じるね、てかカズハ似合うなやっぱりとても素敵な枯山水でございました、ね、ありがとうございます、もうここで一個歌えればいいんだけど出ないんだ、ごめんね何にも出ない、出ないな、綺麗だな、ああ夕日は綺麗だなみたいな、綺麗だな同じでも言葉なくてもいいんだもん、こういうのそうだね、うん、じゃあ次のメールでございます、はい、旅人ネームアミさんからいただきました、ありがとうございます、紅葉をテーマにして作ったエリアなのですが、カズハくんにぴったりかと思い応募させていただきます、あらゆるところから座って庭園を見渡せますという感じでございます、うん、どんな感じなのかな、ちょっと見せていただけますか、いやだって
楓原和葉よ。いやそうですよ、楓よ。そうよ、あ、葉っぱっていう字も入ってんだから。あらあら、おしゃれ、いいね。あら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 、あらゆるとこに座ってって言ってたよね。あれだ、どこからでもモミジが紅葉がもう見渡せるように配置されてるんだ、うんうん、実際に行けますか。じゃあちょっと見てみます。ログイン。うわ、あーなるほどね、いろんなこう景観から見られるようにしてあるんだ。あー素敵じゃないですか。 あと周りの緑とこのモミジのギャップがね、うん、いいですね。コントラストがとても綺麗で、なんかこういうのってやっぱさ、下から見上げるのも素敵だし、うん、でも上から見下ろすのも絶景だし、うん、でこう今ぐらいのさ、うん、こうちょっと同じぐらいの目線、あ、あるある、他にもこれ推しスポットあるんじゃないですか。ここからがちゃんと椅子とテーブルまで用意してあ、でも確かに下からこう見上げるのよりなんかまた視点が変わるとね、ちょっとよりモミジの雄大さがわかるというか、美しい、趣深いよね。だから同じ綺麗でも見る角度って全然また変わるみたいなさ。やっぱそうです。うわ、ああ、このここの位置いいな。いやいいね、いい、旅行がしたいなかなか実際実生活でないじゃん、うん、ない。同じ目線のさ、満開のもみじにこう触れられるぐらいの距離みたいなさ、だいたい見上げるか、もしくはなんかどっかエレベーターとかなんかこう登ってる時に、ね、あ、なんかあの辺にあるなって上から見下ろすだけど、同じ目線っていうのはいい目の付けどころでした、ね、いいね。これだって多分あのちゃんと建物のさ、てっぺんに登ったりしてもさ、そうそうそう、あ、そう、さらに見下ろせるようにもなってるし、そう、いや、いいわ。カズは登るの得意ですから、あ、そう、ピュンって元素スキルでそうそういけますから、めちゃくちゃ便利なのよ。やっぱね、ちゃんとはしごとかもあるから登れるようになってんだね、うん、こっちからでも誰でも行けるようにもなってるし、うん、いや、いいね。あ、そう、こういうね、ヨットとかもちっちゃいね、結構ね、ちゃんとこだわってね、うんうん、そうそうそう、なんかやっぱ風属性だから、うん、なんていうの、こう滑らかさというか、なんか軽やかさというか、あった、これは助かった。俺素だとやっぱり、ね、それこそ飛ぶとかだというか、うんうん、もうちょっともうちょっとこう背がさ、もう少しこう勢いさつけたくなるんだよ、ね、うん。でも自分で聞いてても、うん、この塩梅がベストだよなって思います。思うから本当、あ、上からてか現実だってやっぱ屋根の上ってなかなか、うん、そうそう、行く機会ないから、あ、あ、いいね、こういうのいいね。カズハってさ、うん、あのまあここは尖りすぎてるけど屋根の上とかにさ座ってんの似合わない、うん、めちゃくちゃいいわ。でこれがさ、下を見てさ、紅葉見てるのし、うん、上見て星見てんのもなんかさ、ロマンチックだわ。そうそう、絵になる。そう、それこそ今日のささっきのあの誕生日のお祝いとかでも言ってたけどさ、うんうん、結構やっぱカズハってこういう今旅人も同じ星空を眺めてるみたいなさ、うんうん、離れていてもみたいな、ね、そうそうそう、でも詩的な表現が似合うんです。いろいろあってとってもつながりを大切にする人になったからよかったよね。一回自分がさ、そう、楓原家 とかさ、あとそのメガリレーで追われたりとか、はいはいはい、で結構いろんな関係性を切ってさ、うん、こう流浪するさ、ね、まあ、フリーランスみたいにある意味になった人だからさ、確かに、うん、でも結果 そうそう、稲妻にも帰ってきて、いろいろ謝罪とかさ、改めてのいろんなものとかがあってさ、うんうん、結果またいろんな経験を経てつながりをとっても大事にする、うん、そうですよ、人になったっていうのはなんかやっぱ経験だよね。経験ですよ。そうなんだよ、みんな全然なんかいろんなこともやり直せるしさ、そうだ、うん、今信じてるものがさ、後でまた変わったりもするし、そうそう、逆に今信じてたものも後で違ったなって思っても後々役立ったりもするから、そうなの、うん、でもあとはあの頭もう空っぽにしてもみじ綺麗って思う気持ちも大事だ。そう、そういう気持ちも超大事。ごめんね、どうしても俺ね、そういう話をしたけど、カズハは、ね、カズハそういうとこあるから素敵なんだよね。ねえ、こうなのに結構こうポヤッとしたとこもあるから、そうそうそう、可愛い天然チックな可愛いとこもあるからね。そこがね、やっぱ可愛いの見せた。風の、いやー、でも素敵な人活棒、ありがとうございました。ということで、こんな感じで皆さんの人活棒をぜひ紹介してください。以上、理想の人活棒のコーナーでした。ありがとうございました。原神公式ラジオテイワット放送局、お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。
番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。さらにメールを読まれたすべての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿お待ちしております。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。ということで、第94回の放送、信長さんとお送りしたんですけれども、いかがでしたか？みんな大丈夫？いや、こんだけなんか、ま、言い方難しいですけど、手の内さらすというか、いろいろ自分のことを喋れる機会がないから、めちゃくちゃ貴重な回だったし、少なくとも僕は超楽しかった。ありがとう。最高。でもね、なんかせっかくこうやってお呼びいただけたから、せっかくなら楓原和葉の声を担当してる人だからこその話をみんなにいっぱい聞いてもらえたらななんて、いや、とっても思いつつ、よりなんか和葉のね、あの普通のこうやってプレイしてる時の声だったりとか、あ、こういうことを思いながら撮ったのかなとか、そういうところにも思いがね、そういきそうな、なんか結構ね、よりもしかしたら話したらね、知ってもらったら和葉をとか、もちろん原神も好きになってもらえたり、こう愛してもらえるなんかね、要素になるような話がいっぱいあるななんて思ってて、でもごめんね、いっぱい話すぎちゃったから、あの推しキャラプレゼンのコーナーとかもあったの。あ、そうね、これもね、私は読ませていただいたんですけど、すっごい和葉への愛をね、すっごい話してくれてありがとう。いや、本当に、でもごめんね。いや、あのね、ちょっとね、紹介できなくて、話が、ね、盛り上がっちゃうとね、でも切れないの。でもね、すごくやっぱ改めて知ってたけど、でこんだけだって魅力的な人だし、でもね、改めて楓原和葉を愛してくれてるんだな、こんなに深く愛してくれてんだなってのも嬉しかったし、今日それこそちょっと嬉しかったことの一つが、メールを見てて、結構みんなね、例えばあの痛みを知っているからこその優しさが垣間見えるとか、あの表面上のこう柔らかいとか、こう可愛いかっこいいとかだけじゃなくて、内面までしっかり見てみんな愛してくれてんだなっていうのをなんか感じて、すごく嬉しく、なんか和葉のちゃんと感じてることとか、感じてきたこともね、あの目を配って、それでより好きになってっていうのはね、絶対あるし、そうなのよね。それこそ拙者とかござるも、ああいう古風な言葉遣いも、なんかただのキャラ付けとかじゃなくて、ちゃんとあのいろんなシナリオだったりね、で本人の伝説任務とかもそうだし、あとまあ場合によってイベントとかだったりで触れてることもあるんだけど、結構ね、ちゃんと一個一個ルーツがあるのよ。どうして和葉ってこういう言葉遣いになったんだろうとか、どうしてこういう趣味思考を持ってるんだろうとか、それこそ例えばなんでなんかこう家もなくあちこち旅してる、ふわふわしてる人なのに、どこかなんか礼儀正しかったり、こう物を知っていたりとか、こう雅さがあったりとか、なんでだろうって思うと、やっぱり掘っていくと、もともとはだってね、稲妻の楓原家って、しかもすごいね、そうとか、でなんでじゃあこうやって刀剣をすごく使えるんだろうとかっていうのも、まあ一心伝っていう、そう、伝説任務とかね、そうそうそう、なんか結構ね、全部がちゃんとつながってくから素敵だと思うの。地味に例えば結構さ、ちゃんと味も分かる人で、あ、そう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 、ちゃんと気持ちを込めたり技術を使って料理されてるものとか好きなのよ。あ、で逆に言うとなんか雑に作られたものってちょっと苦手だなとかっていうとこがあったりとか、そこさ、職人感もあるよね。分かる。刀鍛冶もさ、職人だったりするわけじゃん。何かを突き詰めるっていうかさ、歌とかとか何でもそうだけど、ちゃんと学んで、ちゃんと気持ちを持って一個一個こだわっていくというか、向き合っていくというかさ、結構その生き方がやっぱ楓原和葉には出てんなって思うんだよ。ちゃんと芯もね、捉えられて作られてるから、いや、ちょっとあのまたラジオ来てくださいよ。その時にあの推しキャラプレゼンのコーナーとかまた改めて ね紹介してあげたり、そうそう、あと、まだ話してない、そうそう、さらにストーリーがもしかして今後進んだ時に和葉がまたいろんなね、別の人と関わって見せる表情だったりとか、おもろい変化があると思うので、ぜひまた遊びに来てください。ください、よろしくお願いします。あ、じゃあ最後に一言言うと、本当原神って今日は和葉の話メインでさせてもらいましたけど、ベンティだってそうだし、本当に多分ね、知れば知るほど、より掘ってけば掘ってくほど、より全部が楽しんでいけるぐらい作り込まれてる、一個一個にちゃんと理由がある作品だなって思ってるんで、まあ、よかったら和葉もそうですし、こういろんな人をね、より深掘りして多面的に見て楽しんでもらえたら、嬉しいななんて思います。素敵、ありがとうございました。ありがとうね、あゆ、本当に、とんでもない、全然あゆでよかった。
いやでも僕も、うん、あの久しぶりにお会いできたから超嬉しいってなってついつい話しすぎちゃうでも最高でした。またぜひ遊びに来てください。よろしくお願いしま す。ということで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は原神ウェンティ役の村瀬歩とゲストの楓原和葉役の島崎信長でした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。